こんにちは、かくすけです。ノーストレートロード、やっていきましょう。前回ね、クリフとの、いざこざがありまして、うわぁ!食らっちゃった!タティアナが、クルファイラであることは分かったという、衝撃の事実がね、判明したわけですね。クリフは、まあ、タティアナに、自分と同じ、捨てられた気持ちを、味合わせたかったらしいですね。何があってもジェネレーターだけは破壊するな。お、ジェネレーター破壊するな。じゃあ破壊すればいいのか。え、だだだだだ。あ、簡単に倒せる。オッケー。あれ、なんで、なんで手前から来てるんだ。よいしょ。よし、一発でやれる。オッケー。いやー、お、いた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 、ピリピリしちゃえ。よいしょ。お、あ、当たんない。あ、よしよしよし、オッケー。あの大きい頭を壊したいのかな。あ、これ、あれ、ん、あれ、クリフ像みたいなやつかな、見た目。よいしょ。どうなんだろう。え、ズークっぽいかもしれない。あ、そんなことしてたら食らっちゃった。あ、弾だ。よしよしよし、いやー、よいしょ。どうしよう。これ、これはこれじゃないな。やれる?あ、来たね。よし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 。ズークの方が素早いし、やりやすいな。一撃で倒せるっていうなら。お、オッケー。ちょっとなんだ?切なげな曲になってるけど。よかったね、タティアナと仲直りっていうか協力、あー、する形になって。おりゃ、オッケー。玉拾い、玉拾い、ほい、よいしょ。おお、なんかいっぱい玉、あー、玉落ちるようになってきたね。どこだ、おいで。あれ、弾出るときと出ないときがあるんだけど。あれ、なんだ。よいしょ、オッケー。お、うんふんふんふん。弾欲しいなー、弾欲しいなー。あれ、どういう、お、オッケー。あ、出た出た出た。お、あれ、あ、痛い。おい、痛い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 。ふんふんふん。あ、なくなった。オッケー。あたしの番、ババーン。よいしょ、弾。あ、集められんくなった。え、どうすりゃいいんだ。もう壊したっていうことあれ。あれ、違うな。どうすりゃいいんだ。これ壊せるわけじゃないよね。あれ、弾も使えないし。あれ?あ、なんだー。あれ?あれ?あ、ちょ、なるほど。メーター表示されてないだけで、ある程度長くやらないといけないのね。よいしょー。なんかすごい説明口調で教えてくれてたな、クリフ。よし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 。ありがとう。ここはもう大丈夫。よかった。あー、ありがとうって言ってくれた。イブさんかわいいな。行くぞ。あ、移動でーす。お。あー、クリフの目的とはずれていたんだな。同じように見えて。よいしょー。穏やかな曲が流れているなぁ。よいしょ。うんうんうん。でもやっぱりあの顔、あ、やだだだだだだ。オッケー。ロボットを傷つけるなぁ。ありゃ、なんだ。オッケー。おい、
あーなるほど、このビリビリが、あっ、あっ、お、守ってるみたいな感じだったんだな。よいしょ、おりゃーん。でも、あれ、あ、やれた。あれ壊さないとダメだと思ったら、あ、やっほー、館長さん、クリアした、いけいけいけ。この人も好きなんだよな。よかった、ほんとみんな好きだったから、キャラクターたちお友達になるパターンだー。やった、いた、よしよしよし、うまい。次は後ろから順番だから、ゆいねちゃんか。お、あお、よし、その、あ、だだだだだだ、その後なん、誰だったっけ。あ、もう、あー、この曲だー、あー、あー、あいた、じゃーん、おりゃあ、あっという間だ。じゃんじゃんじゃん、うん、戦い楽しかったんだよな。じゃん、あ、はい、やった、かわいい、ありがとうって言ってくれるのか、みんないい人だ。あ、あ、人工衛星近づいてきてる、まずいぞ。で、さゆちゃんか、次。こう考えてみると結構ススっていう感じだったんだな。数は、あ、いや、そんなに多くないんだな。やばい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 、食らってる食らってる。でも一つ一つが濃かったからな。よしよし、隣、攻撃を受ければいいぞって言ってる、嘘つき始めたクリフ。お、やめてー、よし、よいしょよいしょ、あー、ミーラブバンクベッドジャンクションって書いてある。よいしょ、開けて、あ、避けられてない、あ、避けられてない、オッケー、とりあえず、ごめんね、ちょっと曲聴きたくて。わーい、かわいい。バンクベッドジャンクション、行って、あなたたちならできるわ。頑張る。あー、頑張る。よし。もう最後だ。よいしょ。ギャラクシー。名前忘れるんだよな、この人、次の人。よいしょ。あー、いた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 。なんだっけ、名前。ギャラクシーな人。お、よいしょよいしょ。わ、すっごい近づいてきてる。気をつけろ、みんな。やっほー、久しぶりー。やばっ、避けて、避けて、あ、避けられない、ひどい。お、お、オッケー、よし、オッケー。お、いや、最初のステージは曲あんまり覚えてないんだよな、もう。よし、おりゃ、やってやれ。よしよし、ヤッホー。冥王精神も悪くないな。悪くないでしょう。グランドクワザにパワーを入れてきてくれ。オッケー。
行ってくるよ。この人そういえば巨大化してたな。そうはさせるかって言ってる。あー直接対決来るかな。よいしょ、いけいけいけ。おー、あー食らっちゃった。痛い。これゲームオーバーありなのかな、ここのステージ。あ、痛い痛い痛い。まずい。あ、なんだここは。やろうとしていることはお見通しだ。絶対うまくいかない。くそ、クリフに対処する時間がない。え、クリフに対処する時間ないの。あ、もうどんどん攻撃していいのかな。あ、いけないのか。普通にやっていけばいいかな。お、みんな、私が手を貸した方が良さそうね。やったー、やってやって。わー、ギター持ってきてる。ロックやる気だ。うわー、頭が燃えとります。あ、やったー。グランドクワサに乗って。はい、グランドクワサ乗ります。あ、みんな見てくれてる。相変わらずあの足いいよな、すごい。みんな巨大化してる。どうするんだい、みんなエネルギーを送り込むのかな。方法はただ一つ。え、どうなるんだ。みんな一緒に、一緒にだ。あ、みんなやってくれるの。はい、すごい。バーン、スーパーヒーローみたいになってる。あ、ガンガンなって。あ、なるほど。定められないようにするのこれ。え、なになになにこれ。こんな能力あるの。あ、小指立て。はい、人差し指立て。それでよかったのか。ゴールドレコードゲット。聞こえるか、メイ。倒したっぽいね。町のみんながまた歓声をくれてる。うん、素晴らしくないか。どうした。ギターが最後の戦いで壊れたのか。あ、壊れちゃったのか。歓迎なんて受ける資格ないわ。私たちがやったことは許されることじゃないよ。あら、いきなりチオらしくなっちゃって。メイちゃん、やりましたね。NSR タワーを救ったヒーローたちから一言。どうやって。あれ、 NSR の敵じゃなかったんですか、あなたたち。どういうこと。人は変わるってことよ。じゃ、ちょっと待って。変わったな。数えきれないほど質問があるんです。引退するんですか。 NSR と和解したんですか。あのヘリコプターを操縦していたのは誰ですか。後で答えるから。本当に、じゃあね。そんな簡単に帰らせるとでも思ったの。あ、言ってやってください。タテアナ、イメチェンした。この町を自分のものにできたのに、代わりに私のビジネスを助けてくれた。感謝してもしきれないわ。いいわよ別に。あなたの力なしじゃできなかったし。じゃあ急ぐから。メイデー、みんなあなたとズークのために集まったのよ。何も言わずに帰るのは失礼だと思わない。こういう場面は何回も見てきたわ。少しだけでいいからファンサービスしたら。あー、先輩からの一言。あ、両方あるね。バンクベッドジャンクションも NSR も。私が悪かったわ。私は EDM 嫌いだけど、それは悪いことじゃないわ。勇気を出してくれてありがとう。私もまた間違いを犯しました。その責任は全て私にあります。その上で今ここでその間違いを正すつもりです。 NSR のアーティストたちも同じ気持ちです。
ビニールシティのみんなに謝罪させてください。一組織が絶対的な権力を得てしまったのは間違いでした。 NSR は一から作り直したいと思います。どんなアーティストでもこの街で演奏できるように。いいね。みんなに平等なチャンスが与えられるように。その第一歩として新 NSR と契約していただけないかしら。あなたたちなら大黒柱になってくれるかと思ったんだけど、どう？あ、バンクヘッドジャンクション。その…無理よ。あれ？無理？まだ、私たちじゃ無理です。有名になりたいがために音楽を始めた理由を見失ってたわ。そう。じゃあインディーズのままでいるの？それはまだ。でも誘ってくれて本当にありがとう。光栄だわ本当に。あんたたちにあんなひどいことをしたのに。みんな優しくて好きだけど、しばらくはおとなしくしなきゃ。今は頭がこんがらがって、ごめんなさい。待って、メイデン。受け取って。ああ、ギターもらっちゃうんだ。大事にしなさい。わかった。受け取れないわ。ロックへの愛は思い出したけど、私がステージに戻る日はないわ。誰かに受け継いでもらいたいの。タティアナ、でも無理よ。そんな資格私には。メイデン、あなたは本当のパフォーマーよ。私が越えられなかった壁を越えてほしいの。私の旅を引き継いでちょうだい。ビバロック。おー、いいねー。うわー、ありがとう。あー、 EDM とロックが組み合わさってるのがいいな。メイ、大丈夫か？メイ、この世は面白いですね、本当。ああね、自分の信念に溺れて、人生はソロパフォーマンスじゃないことを忘れてしまう時もあります。周りの人々みんなが仲間なんです。それに気がつくだけで、みんなで夢を叶えるための最初の一歩を踏み出せるんです。音楽を愛する理由は人それぞれです。名声のためだけに楽器を手に取る人もいれば、大切な人との絆を深めるため、または自分探しのために音楽の世界に入る人もいます、みんなが自由に音楽を演奏できる世界を作ることができれば、音楽の可能性は無限大です。そうね。ビニールシティもやっとその世界に向けて歩き始めました。今夜もネオンが眩しいですね。 NSR だけの力ではありません。パフォーマーの皆さんやファンの皆さん、ほかビニールシティのみんなが団結したからこそ目指せる世界です。おー、いい世界になったじゃないか。あ、これは受け取ったギター。メイデーとズークにも感謝しています。アーティストとして生きられることがどれほど幸運か教えてくれて本当にありがとう。親愛なるトラブルメーカーたち、ね、どこにいるか知らないけど、いつも通りに観客を賑わせてるんでしょうね。Are you ready? あー、やっぱりインディーズとしてやってるんだね、この二人は。いや、面白かった。面白かったな。ちょっとタティアナさんへの心の入り方がすごくなる内容だったな。バンクベッドジャンクションもだけど。あ、かっこいい曲が流れてる。いや、面白いゲームだった。あ、コーヒーすっごい見てるの、タテアナさん。いやー、やっぱりそうだったか。
クリフなさゆちゃん、よし面白かった。みんな好きだったからね、結局みんなで協力する形になってよかったよ。うん、あれ点々が飛ばされたな。誰これえ、これ誰、あれ、あ、町の人たちか、普通に。うん、あの子分かってた、あの子と館長もう嫌ってないかな、メイのことも。え、これは誰だっけ、これ誰だっけ、あ、これ点々の人の一人なのかな。いや、ついついこの絵を見ちゃうけど、わあ、さゆちゃん日本風になっちゃって、かわいい。あ、これね、観光客たちと、うちにいつの間にかいたロボット、結局謎だったな。え、全然点々の人たちね。あー、よかった。あー、まだ来るよ、読んじゃう、見ちゃうよ。お兄ちゃんは出るかな。あー、お兄ちゃん出てきたね。右側の人は、あ、店長さんか、そこの美味しいご飯食べさせてね。あ、これは師匠と、え、左側誰だ。え、ちょっと待って、見逃してる人がいっぱいいるぞ。あ、あのおしゃれな人と、あ、騒音嫌いの人か。で、あ、点々大好きな子ね。うん、あ、ギャラクシーさん、あ、名前結局思い出してないぞ。犬苦手なのかな、あの子。あ、これね、便座、うちにあるやつ。ズークの趣味だったんだな、これ。便座集めるの。あ、ユニコーンさん、どうも。あと、船長さんか。こうやって考えると、普通にいたそこら辺の人たちも、あ、これ、最後のインタビュアーさんね。普通にいた人たちも、個性的で面白かったな。うん、それは、ズークの格好させてるのか。メイちゃんは前に進めたっぽくてよかったよ。やっぱね、本当にユイヌちゃんの時とか言いまくってたけど、すっごい突っ込んでいっちゃってたからね、メイちゃん。だからこそあんなに落ち込むことになったんだろうけど、みんな周りの人が、タティアナさんがすごい、うん、お兄ちゃんと、あれはイブかな、受け入れてくれたからだよな。二人も成長して、で、世界は EDM 以外のね、音楽もみんなやっていける世界になって、きっともう停電もしないんでしょうね、きっとね。そうだと信じたい。誰だ、左誰、え、イブさんと誰かだよね。え、曲がかっこいい。あ、これは左右の中の子供たちだな。うん、すごい魅力的だった、キャラクターも。音楽はもうもちろんね、良かったし、サントラももちろん買いましたし、聴いてます。これはえ、それどうなってるの、なんか、あれ、美容院でなんか見てるような感じしたけど、あー、仲良くしてる親子、よかった。その、左右の日本語版と英語版があるっぽいんですよね。左右は日本がモデルっぽいから日本語なのかなって思ってたんですけど、いろんなバージョンがあるっていうのすごいですよね。やっぱ曲に対する気持ちの入れ方がすごい。あー、この二人好きになったなー。あー、イベとの仲直りもしたのかな。あ、この二人かわいいなー。うん、てんてんと、あー、会長ね。かわいい、この左の2人大好き。お、あ、点々にまだまだ大好きだね。え、すごいいい絵が。これは
中身の子だな。あの、え、何そのお兄ちゃんの後ろのあの牛さん、あのロボットくん結局わかんないんだよ。いつ仲間になった？左の人なんだろう、誰だ？あはんはんはん、あ、牛なんか後ろにペルソナみたいな感じでいるんだな、ずっと。うん、はい、ロボットとも仲良くなったのかい？あー、ヤギと共に、あー、タティアナとイブ仲良し。イブのね、本当の名前忘れちゃったんだよな。うんうん、ギャラクシー、私もギャラクシーって呼んじゃってる。あ、イブとメイの裏話が聞けそうだな、ズークの。うん、隊長さん、あ、観光客さんかな、あの子は。牛さんと仲良しね。あら、かわいいね、お化粧してもらってる。もうわっちゃわっちゃだな、この人外メンバーね。あ、兄弟も仲良くなれてよかったよ。これは誰だ誰だ、左が、それどうなってる、どうなってる。親子、わー、そういうのにも手出してみるようにしたの、ゆいぬちゃん。クラシックじゃなくて、あー、面白かった。あ、これボキッと折られたからテープでつけてるんだな。あ、NSR を最後までプレイしてくれてありがとうございました。ロック VS EDM の戦いは楽しんでいただけましたか？はい、楽しかった。データが保存されました。このセーブデータをロードすると、タティアナのバトル直前のビニールシティからスタートします。クリア特典として新しいモードに挑戦できるようになりました。うんうんうん、これがパリーモードと言われるやつかな。スキルやモッドは引き続き使えます。はーい、楽しかった。途中ね、不安になる展開もあったけど、無事にいい、みんなで仲良くなれるエンディングに到達できてよかったです。これからもサントラいっぱい聴いていきます。では最後までご視聴いただきありがとうございました。また次のゲームでもまた見に来てくれると嬉しいです。ではありがとうございました。